マイクロソフトオフィス、マイクロソフトオフィス、マイクロソフトオフィスは、マイクロソフトのオフィススイートである。マイクロソフトオフィスは、単体ソフトウェアとしては1983年5月に、マルチ。ツールワードの名前でゼニックス向けに発売されたのが、最初で、オフィススイートとして、複数のソフトウェアがセットになった上で発売されたのは1989年6月に、マッキントッシュ。 Mac 向けが最初である。この時点で、Word, Excel, PowerPoint が含まれていた。Windows 向けに発売したのは1990年10月である。日本語版が用意されたのは、Office for Mac 4.2と Office 3.0。日本では、Office 1.0として、発売からである。製品名は、Office 95以前はバージョンをそのまま、名称としていたが、 オフィス95からは販売開始された年としている。ただし、オフィス XP はその例外となった。また、コードネームは一貫して、オフィスにはメジャーバージョン番号が入るが使われている。オフィス95以降の節では見出しにコードネームを用いる。バージョン13は意味数を考慮したため、バージョン14となった。マイクロソフトはこの製品の Linux 版を 提供していないため、Linux 上で Microsoft Office を動作させるには Wine が必要になる。2016年12月現在、Office 2013 32bit 及びそれ以前のバージョンは寝、ね、動作する。Office 2016 32bit も大幅に改善している。しかしながら Wine の以前のバージョンでないとインストーラすら動作しない場合があるほか、また、 ネットなどの他の Windows のソフトウェアも一緒にインストールする必要がある場合が多い。手っ取り早くこの問題に対処するには、プランリニックスを用いて、開発者により良好な動作が確認された、インストールの手順を自動的に再現させる方法がある。この他、シェアポイントデザイナーなど、利用者の少ないアプリケーションにはそもそも動作確認がほとんどされていないものもあるので注意が必要。 マイクロソフトオフィスの64ビット版バージョンエディション問わずを Linux 上でインストール並びに動作させる方法は2016年12月現在対応するバージョンの Windows のライセンスを取得して Windows 仮想マシンに Windows をインストールするしかないこれらの各種ソフトウェアをそれぞれのエディションつまり製品世代で組み合わせて Office Suite スス製品として販売している 単体パッケージでも販売されている。一部のソフトウェアは単体パッケージのみ、あるいはボリュームライセンスのみのために、Office 2013の最上位エディションである、プロフェッショナルでもアプリケーション単体のパッケージを追加で買わない限り、Microsoft Office のアプリケーションが全種類揃うことはない。ソフトウェア単独や統合製品として交売されている。 リテールパッケージ版には新規購入パッケージと旧バージョンや現行バージョンを含む単体パッケージやプリインストール OEM 版からのアップグレード版パッケージの2つが提供されている。アップグレード版の場合はアップグレードと同時にいエディションから上位エディションに変更することもできる。例えば Office 2003パーソナルから Office Professional 2010へのアップグレードも可能である。 場合によっては、新規パッケージを購入するよりも、アップグレードの対象となる安価な単体製品と、アップグレード版を購入した方が安い場合も生じる。なお、譲渡については、原則1回だけ可能。アップグレード版の場合は、アップグレードの対象となる製品も合わせて譲渡しなければならない規定となっている。製品版の一部のエディションでは、アカデミック版が設定されている。 オフィス2013ではプロフェッショナルのみに設定されており、一般の製品版同様、新規購入パッケージとアップグレード版パッケージがある。購入は一般的なアカデミック版と同様で、教員や学生であることを証明する書類を提示したり、ファックスで送信することで購入が可能になる。上渡は上渡先がアカデミック対象ユーザーに該当している場合のみ、可能。 プリインストールされている OEM 版エディションはパーソナルが過半数であった。しかし、企業や学校においてプレゼンをする機会が増えてきたため、日本では Office2007 においてパーソナルに PowerPoint を加えた OfficePersonal2007WithPowerPoint2007 が新たなプリインストール専用エディションとして登場した。さらに Office2010 からはパーソナルに代わって、 パワーポイントの他に、おねの手が加わった、ホームビジネスがプリインストールされることが多くなった。こちらは、リテール版も設定されている。また、ウートでは、プロフェッショナルなどの多くのエディションが選択できる場合が多い。いずれにしても、ソフトのみのリテール版、製品パッケージ版よりも安く設定されているが、パソコンハードウェア本体に付属する、ライセンス形態のため、 パソコンを譲渡する場合、ハードウェアとセットで譲渡しなければならない規定となっている。ただし、プリインストールのオフィスを根拠に、別のパソコンへ小売りされているアップグレード版のインストールが、元々のパソコンからプリインストール済みのオフィスを削除することを条件に認られており、この場合、ハードウェアとソフトウェアのライセンスは切り離されることになる。 プリインストール版は搭載されたパソコンでのみ、使用可能であるが、リテール版は、あるパソコンで使用しなくなれば、アイ,インストールした上で、新しい別のパソコンで使用することができる。また、Windows 用のリテール版ならば、同時使用しないという制限が加わるが、同一個人が所有し利用するパソコンで、かつ一方が、携帯用である場合に限り、例、 自宅のデスクトップパソコンと携帯用ノートパソコン、あるいは自宅で使う大型ノートとネットブックを含む、携帯用モバイルノート2台までインストールできる。マイクロソフトオフィスに関する資格として、オフィス2007に対応した、マイクロソフト認定アプリケーションスペシャリスト、マイクロソフトセルタファイドアプリケーションスペシャリスト、略称 MAX や、オフィス2003までのバージョンに対応する。 マイクロソフトオフィススペシャリスト、略称 MOS がある。以前はマイクロソフトオフィスユーザースペシャリスト、略称マウスとされていた。マイクロソフトは OS の販売も行っていることから、マイクロソフトオフィスは OS の改良に合わせて改良を行ったり、マイクロソフトオフィスによる改良が OS に取り入れられる場合などがある。 オフィス2000での改良点であるメニューの優先表示などの機能は後に販売された Windows2000 でも採用された。また、Office2007 から採用されたリボン UI や Windows7 において付属のペイントやワードパッドに導入されるほか、一般のアプリケーションがリボンを搭載できるよう API の公開が決定している。アプリケーション開発者は ビジュアルスタジオトゥールズ4オフィス以下ベスト、ビジュアルベーシック及びビジュアル C を使用してオフィス2003以降のアプリケーションを拡張できる。ビジュアルスタジオ2005シリーズの場合はチームシステムエディションを購入する MSDN サブスクリプション契約を結ぶあるいはベストを別途購入する必要があったがビジュアルスタジオ2008の場合プロフェッショナルエディション以上からベストが 標準付属するようになっている。ベストを使用することで、オフィスアプリケーション用、アドインの作成、リボン UI のカスタマイズなどが行えるようになっている。オフィスアシスタントは、ヘルプメッセージの表示などを行う、ユーザーサポートキャラクター、Windows 版、m a c i n t o s h 版ともに利用できる、若干の差異あり、Office97 で初採用され、 オフィス2000ではウィンドウを飛び出して自由に移動できるようになった。また、別途用意されている開発ツールを駆使すれば、自作でオフィスアシスタントを開発する子もできる。しかし、オフィスアシスタントを常駐させることが、かえって作業の邪魔になったり、アシスタント機能そのものが不要という意見も多く、オフィス XP 以降では、標準では表示されないよう設定され、オフィス2007では、 この機能は完全に廃止された。なお、オフィスアシスタント機能の代替として、オフィス XP 以降では、メニューバーの端に検索用語を入力することで、該当記事を即座に検索切る、質問バーが付加された。オフィスアシスタントは、質問を入力すると該当する項目、またはそれに近い記事を検索するが、オフィス XP 以前とオフィス2003では該当する。 記事の一覧表示方法が異なっており、オフィスのバージョンが上がるにつれて、アシスタントが目立ちづらくなってしまった。パーソナルコンピュータが、職場や一般市民に広く普及する以前の1980年代後半から1990年代前半は、マイクロソフト、アップル、ロータス、コーレル、ジャストシステムなどが、オフィススイートを開発、供給し、 マイクロソフトの Windows95 のリリースにより、パーソナルコンピュータが、職場や一般市民に広く普及した1990年代後半以後は、マイクロソフトのデスクトップ OS である Windows と Office Suite である、マイクロソフト Office をバンドルプリインストールした、パーソナルコンピュータが大量に供給され、市場シェアの面で競合製品を圧倒するようになり、デファクトスタンダードの地位を確立した。 一方で、マイクロソフトはパソコンメーカーに対してバンドル契約にワードとエクセルの日本セットでの付を条件付けていたことがあり、不公正な取引に当たるとして公正取引委員会から注意を受けたことがある。このようなマイクロソフトの販売手法は、マイクロソフトによる独占の問題でも述べているように、独占禁止法に触れるのではないかと意見する人々も多く、 たびたび裁判沙汰となる。2010年代以後は、オフィススイートを、クラウドサービスで無料、または、有料サブスクリプションで利用する形式を、Google、Microsoft、Apple、IBM、Zoho などが、開発供給している。2000年代までは、オフィススイートの利用形式は、パーソナルコンピュータにバンドルプリインストールされた、オフィススイートを利用する形式が主要な、 利用形式だったが、2010年代以後は、個人としての使用、法人の業務としての利用でも、バンドルプリインストール版の利用と、クラウドサービス版で利用する形式の2種類が主要な利用形式になっている。2015年時点では、クラウドサービス版は、Google、Microsoft、Apple が主要な供給者として、競合状態であり、デファクトスタンダードは確立していない。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。